ミハイル・ニキフォロビッチ・ポルトラーニンは、ソビエト連邦及び、ロシアの政治家、ジャーナリスト。ボリス・エリツィンの初期の側近の一人。1939年ソビエト連邦、カザフ共和国の東カザフスタニ州、レニノゴルスク市出身。1964年カザフ大学に入学し、1968年ソ連、共産党中央委員会付属高級党学校を、 卒業する。その後、ジャーナリストとなり、いくつかの新聞社、雑誌社で特派員や編集者として勤務する。1986年から1989年まで、モスコフスカヤ・プラウダ紙編集委員。1989年ソ連人民大議員に選出され、同時に、地域管大議員グループに加盟、調整委員会メンバーに選出された。 1991年ソ連8月クーデターでは、エリツィンを支持した。1990年7月から、エリツィンの下で、ロシア共和国出版、情報省となり、ソ連崩壊後も職にあった。1992年2月から、新聞、情報担当の副首相に就任するが、第一副首相や国務長官を務めたゲンナジー、ブルブリスや、 首相代行などを歴任したエゴールガイダールらと共にしばしば批判された1992年12月ロシア連邦情報センター所長ありがとうございます